ご注目、 YouTube を使って月収100万円稼げるものすごい方法があるのですが、そう思う気持ち分かります。でも本当なんです。興味が湧いた方は説明欄の URL を今すぐチェック。安倍政権が憲法改正の前にすべき8つのことと、まあ、いうことで、まあ、タイトルにしました。この8つのことっていうのは今日ご出演の皆さん7名の方ですけど、まあ、私も一応プラスアルファで入れていただいて8つ、とにかく今 もちろん憲法改正というのは大事なんですけれども、その前にもう緊急にまず手を打つべき、こういうものあるんだということで、皆さんにちょうど提言というかですね、これをやらなくちゃいけない、これをしないと本当にまずくなるという問題ですね。まあ、そういう問題を、今日皆さんから挙げてもらって、その項目ごとにいろいろな形で討論してみたいということでお集まりいただきました。では、水橋さんお願いします。はい、まずさっきの上島さんの言ってる話の、まあ、補足というか、こういうの持ってきたね。これ日本の実質賃金指数の推移ですねと。で、97年をピークに一旦大きく落ち込んで、その後横ばいだったんだけど、リーマンショックで大きく落ち込んで、その後横ばいなんだけど、安倍政権になってまたかなり落ちてるんですね。だからそれはまあ、要は、ちょうどね、昨日ね、テレビタックルの収録だったんですけど、あの冒頭で、株価は日経平均2万3000円いったと。で、人手不足感がすごいと。で、そのインタビューしてもらうと、誰も景気がいいって言わないと。当たり前ですよ、実質賃金下がってるんだからね。で、これなんでかというと、この中の分析はちょっと2時間目以降やりたいんだけど、ちょっと、例えばこれね。これ日本の現金じゃなかった、月額平均給与ですね、はい、上が、現金給与総額、残業代とか全部含めたやつ、下が決まってもらえる、給与です、まあ、基本給与ですね。でこれ横ばいでしょ、横もしくはある程度下がってるんだけど、この棒グラフ、企業法人の、現預金の額がぐわーって増えてるんですね、うん、で安倍政権始まる前は200兆円ぐらいだったんだけど250兆円突破しました、うん、つまり企業の最高収益と実質賃金の下落は完全に両立してるんですよ、はい、なので要は給料が内部ですか、もう現預金に回っちゃってると。もう一個これもひどいんだけど、これ企業の利益、人件費の配当金なんですね。で利益が、まあ、これねで伸びてるからこれ史上最高益、その通りなんですよ、その通り。ところが給与はですね、これ横ばい、ずっと横ばいなんですね。でそれでまあこれも問題なんだけど、配当金分かりますよね、何が起きてるかね。要は企業が最高収益出して、うん、それで現預金と配当金にお金出して、うん、給与が全然上がってないんですよね、うん、そらまあ閉塞感があって当たり前でしょっていう話で、うん、これの細かい話は後でやりたいんだけど、うん、とりあえず私の提言、もうねこれやらないと日本死にますっていうぐらい重要な話なんですね、うんうん、はい、これね、この本ね、最近なんか総理にサイン本プレゼントしたんですけど直接、これ、日本財務省が日本を滅ぼした本なんですけど、この、ずっと下がってくれます。図何かというと、主要国の2016年の GDP を対96年比20年前と比べたんです、まあ、中国13倍でインド 5.7 倍なんだけど、先進国もね、アメリカが 2.3 倍でイギリスが 1.9 倍と結構健闘してるんですよ。で他の国どうかなとこう下がっていくと、まあ、オランダとか台湾結構低くって、で劣等生がね、フランス、イタリア、ドイツです。 1.5 倍、1.4 倍ぐらいになってね、20年間経って GDP が 1.5 倍ですからね、もう劣等国なんですよ。じゃあ我が国はどうかというと、これです。落第国です。これ事実ですからね。最低だよねこれね。1倍ですからね。つまり増えてないんですよ、はい、こんな国がですね、存続できてること自体が不思議、私に言わせると。全くそうだね、はい、でもっと大変な話をすると、これ日中両国が GDP、 GDP が世界に占める割合が、この赤いのが日本です、97年の橋本政権の緊縮財政でデフレ化する前、我が国の GDP は1カ国で世界の 18% でした、うん、その後 GDP 今言ったように1倍、うん、でも世界経済成長していったんで割合がどんどん落ちて今 6.5%、 反対側で中国の GDP が昔 2% だったんですよ。もうどうでもいい国でした、この頃は。それが、ね、世界経済を上回るペースで成長して今 15%、うん、ちなみに16年に中国がちょっと下がって日本が上がっているのは、これは別に成長率が追いついたわけじゃなくて、人民元安、円高、うん、ドルで換算するとこうなるんですけどね。この状況が続くと2040年代ぐらいに多分我が国の GDP は世界の 2% ぐらいになってます。昔の中共なんだね。そう、もうどうでもいい国ですね。で中国多分 20%、うん、だから GDP が日本の10倍で軍事予算は20倍ですよね、うんうん、はい、じゃあ日本の20倍の軍事予算を使う共産党独裁国家に我が国はいかにして立ち向かえるのかと。
立ち向かえないでしょうね、うん、普通に中国の属国になります。これまでは間違いなく、うんうん、でなんでこんなことになってんだというと、まあ、さっきからね防衛とか教育の話出てますけど、実際我が国はですね97年以降こんなバカなことやってたんですよね。例えば公共投資インフラの整備については96年の48兆円ピークにひたすら下げてって半分以下、震災大国がこんなことやってるんですよ。震災大国、うん、で科学技術予算、科学技術予算はですね日本はですね例によって横ばい、過去15年間で 1.06 倍だからほとんど増えてないです。中国11倍、はい、アメリカとかドイツとかイギリスだって 1.5 倍ぐらいにしてるんで、もう我が国は科学列島国です。なんか日本は科学技術大国だなんて幻想持たないでください。地理インフラ大国でもありません、ね、防衛費、まあ、安倍政権だと増やしてますよ、事実増やしてんだけど、未だにその橋本政権の頃より低いんですよ。これが事実なんですよ。こんなに明らかにその橋本政権とか小泉政権の頃と比べてその軍事的な外国の脅威が高まってるのに防衛費は少ないわけです。なんでこんなことになるんでしょう。これはプライマリーバランス黒字化目標っていうのがあるからです。これ簡単に言うと日本というのは社会保障支出が増えていくんです。高齢化で増えてます。でその増える分絶対に他の予算を削るか増税しろっていうルールなんですね、まあ、まあそのプライマリーバランス黒字化目標というのが、まあ、まさにこの財務省が設定して日本を滅ぼすことになるでしょう、このままだと間違いなく、うん、という話なの でさっきあの野口さんのさっきの野口さんの話と同じで、実はこのプライマリーバランス黒字化目標って閣議決定です、うん、はい、ただのただの閣議決定なので、うん、その閣議を開いてはいはい切ってやって決定したらできるんですよ。だから憲法9条とかだったらまず国会をくぐり抜けた上に国民投票だからかなりリスク高いですよね。下手したら否決されますからね、今のその9条の改正なんて。でもプライマリーバランスの黒字化目標だけは閣議開いたら終わりなんですから、うん、でそれをやらない限りもう我が国は中国の属国っていう未来から逃れられません。だから皆さんさっきから教育とか防衛とかですねお話してますけど、もうそんなの吹き飛ぶんですよ、申し訳ないんですけど。そのぐらい今のですね日本っていうのは危機的状況にあって、しかも解決策が簡単なんですから、ね、閣議決定だけなんですから、うん、でもう最悪です。最悪今できなかったとしても来年6月に骨太の方針2018っていうのを閣議決定します。ここに入れていくんですよ、プライマリーバランス黒字化目標を財務省が。ここでこっそりこう抜く、これできない限りですね多分我が国は中国の属国って未来からもう逃れられないです。だから来年の6月に日本の運命が決まります本当に、これは、はい、だから私はなんか別に悲観的なことを言いたいわけじゃなくて、うん、いや外さなくちゃいけないですよ。で事実ですから、それで、はい、事実ですから、うん、だからまあこういう本書いたりとかいろいろ活動してるんですけど、うん、一応ねその、まあ、官邸とか自民党の中ではこれ外さないとダメだろうって声が高まってます、事実として。そうですね、ただ国民がですね、はい、下手をするとプライマリーバランス黒字化目標を廃棄すると政府に対して政府はまた放漫財政やるんだとかね、あるいは公共事業のばらまきだとか言い出すに決まってるんですよね。だからリスクがあってできないので、うん、ちゃんとこの事実をですね理解していただいて、むしろ国民が背中を押すような状況にならないと多分これは逃れられないと思いますね、うん、はい、はい、続いて山本さんお願い。